結論を言おう。本件の捜査は以後、我々の手を離れることになる。みんな思うところはあるだろうが、これはすでに決定事項だ。資料の整理に取り掛かってくれ。くそ、永田町と霞ヶ関上層部の絡んだ公金横領、不正支出のからくり、もう少しで全貌を暴けるとこだったのに。だから潰されたのさ。汚職政治家の誰かが圧力をかけてきたんだろう。警察と政治権力の戦いは永遠に続くんだ。これぐらいでいちいちへこたれるな。大事なのは今の悔しさを忘れないことだ。言うようになったじゃねえか。東京入江診療所。どうしたんですか、赤坂先輩。雛見沢。